デメ裏に聞きたい。模型パドック YouTube チャンネルメンバーシップ開始しました。メンバーになるとオリジナルのバッジの表示や絵文字がコメントやチャットで使えるようになります。メンバーシップレベルは月額の異なる3種類をご用意。その他の特典も随時増やしていきたいと思っておりますので、応援のほどよろしくお願いします。はい、デメ裏銀に聞きたいコーナーということで、喋ってたら銀じゃない。もう一回ね、いつもこうじゃ、はい、デメ裏銀に聞きたいコーナーということで、今日も3人でお送りしております。専門家のデメさんと銀さん、はい、よろしくお願いしますということで、で全然初見の人誰だこれと思ってるので、銀ちゃんね、はい、ぜひとも自己紹介兼何なんだお前はっていう人に言ってやれ言ってやれ言ってやれ、初めて来るなこの振り、ガッて言ってやれ。あ、今喋ろうとしたら話ったら高森銀次と申します。で、銀サバっていうイベントのね、主催やってます。よろしくお願いします。で、今年のね、2023年の9月の17日にね、あの皆さんご存知のユニオンさんね、ユニオンベース、ネットユニオン、ユニオンデザートユニオンね、3カ所借りてね、イベントでかくやりますんでね。補足で言うのは千葉県最大級のダブフィールドだと思いますよね。そうっすね。多分今全国で見てる人は、うん、千葉といえばユニオンっていうぐらい知ってる人もいるぐらい本当に有名な、めちゃめちゃでかいですフィールドでやってます。なんでそこでやってるかっていうと、あの人数の関係上そこじゃないと入らないっていうね、人数になってきちゃってて、前回が350人でね、うわー、すげー、入ったところでございます。ありがとうございます。ビッグゲームですよね、350って言ったら。で、ゲスト9人今確約してて、で、うん、まあもうちょっと呼びたい、うん、16人ぐらい呼びたい、うん、いっぱい呼びたい、ね、で、お店が今20ぐらい確約してて、でもうちょっと増やしたい、40目指したいなっていうぐらいね、うん、あのでかくやりたいと思ってますんで、参加費5000円かかっちゃうんですけど、まあ、あのそれに見合うだけのゲームをねご用意させていただきますので、ぜひ皆さんよろしくお願いします。ライブポケットっていうあの電子チケットのサイトであのご予約できますんでね、うん、予約自体は無料です。予約自体は無料です。生産は当日行いますんでね、とりあえず予約しようかって感じで予約しといていただけると助かりますんでね、うん、ぜひよろしくお願いします。あの本当普段やったことないゲームを体験させてもらえるイベントになってまして、うん、はい、まあ自由度の高いゲームだと思いますよ。本当みんなでワイワイやるっていうのには非常に一つなんだろうな、誰もが憧れるようなゲームのケースを取ってるなと思う。自分はね、何年もいろんなゲームやらせてもらったけど、あ、すごく楽しそうだなっていうのが多い。サバゲーするもあり、うだうだするもありみたいな、本当に一日、まあ、最近ね、うん、どこもこうほらガン回しでね、ガンガンやりたいっていう人もいると思うんですけど、いろんなちょっとバラエティに富んだゲームっていうのもね、うん、そうだね、楽しんでいただきたいなと。あの本当に味わえないゲームが味わえるのは銀ちゃんのところかなと思って、まあ、うちらのところに出てるってことは、この高森銀次っていう男はどういう男か大体分かると思うんですよ、ね、同系統だということで、だからここに普通にあ出てるんだなと思っていただける。 YouTuber じゃないです。ただ YouTuber じゃないけどそれぐらい面白いです。はい、ゲームしてる現場にゲーマスが降りて、あのこう隣に銃撃ってる人に前出たらって普通に言いに行くぐらいなんでちょっとあのもう本当ぶっ飛んでるゲームを味わってもらいたいなと思いますので、はい、ぜひぜひ予約してください。はい、ぜひよろしくお願いします。スナイパーの人に何持ってんのって聞いたことありますんでギリ来た人に聞いたことある。ダメでしょ祈ってんだよっつって雰囲気がね、まあそういうのがね、はい、できる、楽しみにして、はいね、よろしくお願いします。ということで皆様からの差し入れも大募集中でございます。今日もね、あのいろいろ食べたり飲んだりしながらやらせていただいておりますが、はい、Amazon の欲しいものリストもあるんですけれども、皆さんの一押しのなんかねものがあったら随時送っていただいて、これから暑くなってまいりますんで、今日はね日が沈んでくればまた寒くなるでしょうけど、はい、どうしました自分以下をしてました。今パッと思って、皆さんのおすすめのってあの酢の物とくら送られてきて、俺散々文句になるの、食えねえっつってんだろ酢の物デメさんは酢の物が食えないけど、私は別に美味しいよこれつまみにいいわっつって食うから。あと生臭いものダメでしょ生臭いもの海鮮ダメなんですか。
いや好きっすね。あれ生臭あれ。こう海鮮類はあの事前に言っといてくださいね。生ものです、ね。生ものです。あのパドックの他のスタッフ気づかずに、ああ動画で やるやつだってその辺に置いといたりしたらね、何週間後かにじゃあ撮影ですって言ったら臭いのこれって開けることになるんで、事前にそれは伝えといてください。これはクール便ですとか。はいはい、はい。ね、何週間も放置されたクール瓶を開けるのはやばい。いやだね。まあね、サイズ感このぐらいだったらなんとかなりますけど、あのたまに1メーター超えてるのとかありましたからね、以前ね。ありましたありました。1メーターのカンパチとかね。カンパチハマチみたいなのはね、もうこれどうすんだよっていう。1ミリ丸々みたいな。ヤマトさんが途中で発泡スチロール割れちゃったもんだから、すいませんこれ水漏れしてるんですけどって持ってきたのあったすいませんビニール袋はとりあえずつけたんですけど。あーいいですいいです、いやいやいや置いといてください。あとあの手料理はやめてほしいな。あー手料理はね、あ、まあ、一応ね衛生的なものもありますんで、わかんない、俺が見てないとこで作ってから盛られてるかもしれない毒を盛られてるかもしれないですからね。あいつやっとくからうぜえなと。それはやめてくれ。食ったって言わないから。そういえばよ皆さん、あのね、なんかありましたら送っていただければと思います。ただですね、このコーナー本来は皆様のご質問お悩みに答えるコーナーとなっております。 QR コードからエントリーしていただくか、概要欄にもリンクがございます。 YouTube のコメント欄でも受け付けております。お気軽にご投稿いただきたいんですが、カスタムの詳しいご相談や在庫の確認はパドック店頭まで直接お願いいたします。そして、皆さんの質問が来てからだいたい2ヶ月ぐらいね、返答するまでお時間いただいております。これはもう毎日ね1個ずつ答えていってるんですけれども、それだけいっぱいのお悩みご質問があるということで、ご了承いただきたいんですが、YouTube にはメンバーシップというのがございまして、はい、そちらの入っていただくと、この回答のね優先順位グワッと上げさせていただいて、先に答えていくというシステムになっております。この辺はうまく使ってください。さて今回、YouTube 動画私服でサバゲー笑われる、どんな装備すれば浮かないデメ裏に聞きたいコーナーへのコメントでございます。ジーザスさん、ジーザスコメントありがとうございます。ハンデ狙ってるよね。地味に悩んでることがあります、はい、それは廃棄パーツというか古いパーツの処分についてです。例えば買ったけどつかなかったパーツや、うん、壊れてそのままになって再利用も効かない感じのスライドやバレルといろいろあるのですが、エアガンといえど、銃の形をしたパーツを捨てるにはいろいろ手間があります、うん、もしもですがこういう再利用難しいパーツとかの引き取りや処分業務的なことを、もちろん物によって有料でも構わないと思っているので、パドックさんでもやってもらえたらなぁなんてことを個人的にかなに願う今日この頃ですということで、はい、はい、ぜひとも、はいはい、あのつかなかったパーツとか、うん、お持ちいただければと思うのですが、これね、はい、また言っちゃいけないかもしれないの、はい、またダメな言っちゃいけないかもしれないんだけど、これせっかく買ってさ、つかなかったとしてさ、もう無料で引き取ってくれればいいからって言われたら、甘んじて僕らは無料でね引き取らせていただきますが、もしかしたらだよ、お金がちょっとでもつくかもしれない、つかなくて新品で置いといただけなんですって言ったら、引き取ってくださいって言わないで買い取りできませんか、中古買い取りしてますからね、パドックの場合。そうそうそう、まあ他のお店さんでもやってるところは多分あると思うんですけど、うんうん、ただ値段はまちまちでございますから、ゼロで引き取るよりも少し次の軍拡でうちで買ってもらえるのであればなおよしなんですけど、そうなのであれば買い取りしてもらえませんかとか、いろいろね、箱で持ってきてもらって、このパーツは1回つけたけど合わなかったからとか、ちょっと傷入っちゃってるんですっていうものと、全然もう本当ダメですこれっていう、ジャンクパーツみたいなものもいっぺんでボーって持ってきてもらえれば、あ、じゃあまあこれとこれは値段つきますけど、これはちょっと値段つかないんで、まあ引き取りはできますよと、うちで処分するか、まあジャンクパーツとしてどっか投げちゃうかっていうのはできますからね。欠けてる場所が先端だけなんですって言ったら、それは値段はつかないですけども、引き取ってパドックで後ろのパーツは使えたら、それをパーツとして在庫としてね持ってる場合があるんですよ。アフターでお客さんの修理の時にもしかしたらそれ使えるかもしれないってあるので、だから一気に捨てちゃうのもありなんですけど、もしいらなかったらそういう風にこう、これはもう使わないんですけどって使えるパーツが、ピンとかがあったりバネがあったりする可能性があるので、それはもちろんパドックでもやってますので、ひとまとめにしちゃっても構わないんですけど、できる限りこう、これは一回しか付けてないっていうようなやつはこう引き取り、まあ別にしといてね、そう、本当ジャンクパーツはじゃあもうジャンクパーツって持ってきてもらっても構わないと思うんですけ
ど、ノーマルバレルとかはやっぱお金つかないです、うん、あのハンドガンのとかってあのこっちが投げつけたいぐらいあります。あの地域によってはちょっと捨てづらいとか、そうね、金属とプラスチックとかこう、ね、分けなくちゃいけないなんていうのがあって面倒くさいなと思ったら、まあ、送っていただくとか持ち込んでいただいて、まあ、うちで使えそうなパーツはじゃあ無料でもう引き取っちゃいますっていうのもできるし、小さいショップとかだったらやりにくいですよね、在庫が買いにくいちっちゃいお店とか。うちもやっぱりこうパーツのジャンクいっぱいあるでしょつってちょうだいよって言われるんですけど、ジャンクっていうものがなくてそれをパーツ単位にしちゃうんですよ、もう分解して、で分解しないとこう山盛りにやっぱなっちゃうんで、それだとダメだからって言うと手間はやっぱかかっちゃうから、ものによっては有料で引き取りますってものもあるんですけど、バッテリーはニッチもサッチもいかないんで、もうお金もらわないと処分できないレベルですね。以前バッテリーの話もありましたね、やったと思うんですけど、あのメーカーさん自身も引き取ってくれません、うん、あの僕ら自身もお金を払って捨てるレベルなので、捨てるのがどうしても難しい場合は有料になっちゃうかもしれないけど引き取りますよとかそういうのはやりますので、まあパーツに関してはもちろん、そのまま捨てるともったいないってものもあったりとか、次のその修理でお客さんがまた蘇って喜ぶお客さんもいるかもしれないって考えると、ありがたいかなと僕は思います。で俺がなんかないものを作らされる回数も減って済んで嬉しいなと思うので、ぜひともあのこれいらないんだけどっていうのがあればパドックまで一度ご連絡いただいて、送るでも良いですし持ち込んでいただいてもって、ただあのバカみたいに混んでる時に持ってこられてもやっぱりできない時があるので、事前にちょっと今日持っていこうかなと思ったらって言っていただければ、その時査定をさせてもらえる状態のものなのかちょっとお預かりになるのか分かりませんが、それを対応させていただくことは可能なので、ぜひともあのジェイファーさんはですね、その辺のこう、はい、まあ自分のプラスになるようにサバゲー人生として面白くなるようにしてもらえればなと思います。綺麗事言ってるんじゃないです、金になるものは売った方がいいってことです、うん、ダメなものはあの持っててもしょうがないんだったらいただければなと。もういい、あの加工しなくて大丈夫な話だったじゃないですか。大丈夫ですか、ここだけの話じゃなくて。よかったよかった。買い取りしてますからね。買い取りしてます、いや買い取りって言わないと全部タダでもらえますよ、だからなんならあのこれ買い取りお願いしますで持ってきちゃっていいよ、だわいいですね。そしたらお金がつくこれ差し上げますありがとうございます、終わっちゃうからなっちゃうなっちゃう。買い取りお願いしますって持ってきて、あこれはつかないですねっていうのこれはつくねっていうふうに、ね、仕分けていく、これ大事これ大事大事大事、そこはねちゃんとあの話のまずスタート地点が違いますからね。あもらってくれればいいかなって、ありがとうございます新品じゃんこれみたいな、そうラッキーってなるけど、ちゃんとそう言われたら買い取りだけって言ったらこう売れる。カッペはダメでしょ。カッペはダメですよ。ピッカ。ペーカーでも逆にしたいけど。吸ってきて。最後吸っちゃったけ。ダメか。うん、使える使える使えない使えない使えそうで使えない、使えるってこういうの本当にやるとねめちゃめちゃ手間代取りたくなるもんね。結構時間かかりますからね。あのこう。参拝の人もやるじゃないそういう仕事大変だって言うけど、実際中古来た時にこれを使える使えないってやっぱ大変なんでね、やっぱつくものつかないものそれで判断させてもらってます。まあ、まずはご相談いただければ、はい、でもこういうのいっぱい貯まると銀ちゃんの銀サバとかにそれで一丁出来上がった銃で持っていけたりとかするんでお買い得品になったりしますから、ぜひぜひともぜひ利用してください。ぜひ参考にしていただければと思います。ありがとうございます。デメウラに聞きたいコーナー、トークテーマ募集中です。デメちゃん、裏方さんに聞いてみたい話、語ってほしい話、エアガン、サバゲー、カスタム、装備品、その他の悩み、尋問、何でも OK。デメウラが動画にてザックバランに答えます。投稿方法は YouTube コメント欄か、ホームからエントリー。皆様からのご投稿お待ちしております。